ストレッチャー上下をすることで、その軽減の負担であります。足を下げたりとか、こういったポジションの動きにより、救急車はこういうまっすぐな道このタイプは、チェアポジションといいまして、座って、患者さんを運ぶようなポジションに、このように電動ではスムーズに行うことができます。